はい、ともでです。今日はですね、うなぎの実況っていう、ただ、実況動画を撮ろうと思ってきて、やってきた、やつがもうなんか100回ということで、まあ、普段は何も考えずにただ実況とか撮ったんですけど、まあ、今日はね、せっかくなので、100回ということなので、何かしら、ちょっとみんなに伝えられたらいいなと思って、こう考えてきました。一人で、できる、上達するために、俺のしてきたこと、っていう、今いわば、スプラトゥーンの練習方法みたいな。どれで練習してきたかっていうのをみんなに伝えていけたらいいなと思います。はい。この動画を見ると、まあ、多分、ちょっとやる気が出るんじゃないかなと。うん。簡単ではありますが、教えられたらいいなと思います。よろしくお願いします。一人でもできる。上達するためにうなぎのしてきたこと。はい、まずはですね、いろんなステージを散歩して歩き回ってみました。で、それで、このステージの特徴はどんなものかとか、まあ、自分の中で考えて、どうやって戦っていこうっていう計画を立てたりしてましたね。で、あと、こういうのをやっていくと、まあ、ジェットパックの侵入場所とかもわかるので、結構応用できたりして、良かったです。一人でもできる、上達するためにうなぎのしてきたこと。はい、ちょっと長くなってしまうかもしれないんですけど、エイム練習もやってきたんですよ。で、今最近はしてないんですけど、まあ、当時はね、結構、戦うのが怖くて俺戦うの怖くてエイム練習にこもりっきりっていう、まあ、いろんな練習の仕方はあるんですけど、まあ最初はこう壊す感じでしたね。まあそんな感じで次はマニューバーなんですけど、割と本格的なエイムをしっかりと合わせていくっていう、まあ、いろんな武器で練習しましたね。プロコンの感覚をつかむ感じでやってました。やっぱチャージャーでやるのがね、ただただ気持ちいいこれは普通に楽しかったからやってました。はい。特にあとはないです。あとスペシャルを使ってやるんですけど、まあ、チャージャー当てるのもいいし、こうジェットパックで狙っていくっていう。これやるだけでも敵に当たるようになりましたね。エイム練習は結構大事かなと。はい。エイム練習に大事なことなんですけど、まあ、動いてるイカを倒していくわけなので、まあ、やっぱ止まってる的だけじゃダメなんですよ。ということで、よくサーモンランを最初の方はしてました。まあ、これは最初も言った通り、戦うのが怖い。敵と対面した時に、自分が倒せない時って、ちょっと怖いんですよね。もう慣れたから、スプラティアでそういうことを思うことはないんだけど、怖いって思うことはないので、大丈夫なんですけど、最初はCPU の鮭で、やってましたね。これいろんな武器使えるし、いろんなエイムの練習になるので、とてもおすすめです。あと、ギアも溜まるし、割と楽しいし、それと面白い。面白かったです。やってみてください。はい、てな感じで、自分が最初の方にやってきた練習は、こんな感じなんですけども、まあ、よかったら真似てみてはいかがでしょうか。まあ、結構ね、参考になればいいなと、思います。ありがとうございました。猫泣いてる。はい、お待ちしました。箱具倉庫ガチホコバトルよろしくお願いします。今日はね、スプラトゥーン結構やってて、もう疲れが、俺の体に支障が出てるぐらいなんですけど、まあ、ただ眠いだけです。ちょっとだけ眠い。ちょっとね、思考判断ができないかもしれない。まあ、でも24時間スプラやり続けたことがある。俺からしてみるとね、まだ、5、6時間大したことないっすよ。おーっと抜けてしまったか。はい。で、倒した。これ倒したい。あー、くそ、むしろ来てな。わー、いっぱい倒されて。あー、オールダウンだー。まずいー。寝ちゃおうかな、俺。寝ちゃおうかな。はい。ナイス、俺のフォームじゃないんか。当たったぞ。はい。あー割らないで割らないでください。やめてください。あ、あれ、ハイプレ持ってくるからさ、ちょっと先倒したい。まあ、いいや。出したな。左いないか。
ね、抜けてくるんだよ、これ怖いんだよ。裏来るから。ないか。警戒すぎかな。あ、ハイプレイちゃんが危ない。くそ。あ、待って、まだ後ろいんの。いやー、あ、あやった、リードした。プライム、結構裏取り来るから、あれなんですけど、なんか、味方、ホコ泥棒でリードした。ラッキー。これいない？で結構こう左と通路から回ってくるから、警戒しとこうかな、この試合。さあ、ここ、どう来るんだ？右か？右、炭酸ボムあるから、割と強いぞ。こっち洗濯機二人いるしな。倒した。ん？左いんのか？ナイス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 。あと一人どこだ？あ、これか。ここいるぞ。おい。おい。あーって一発が届かなかった。てか、インク出なかった。うわー、プライム結構裏取ってくるから、先倒したかったんだけど。うん、これちょっとスパチャク入れとこ。味方の。最後、プライムいいんじゃない？ほい。後ろか。これだ。あー、そっちからできたか。マジか。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。スパイは楽しい。ちょっと眠いけど。ちょっと眠いけど楽しい。ああ、どうしよう。射程長いな。もうびっくりした。右からちょっと炭酸入れとこう。なんか抜けた。ああ、やばい、ちょっとまた裏行っちゃった。ナイス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 。ハイプレが倒してる。接近戦ハイプレ。短距離ハイプレ。なんて言うんだ？近くのハイプレが。はい。この潜伏ね。わあ、やっぱ射程長いなぁ。OK、これ真ん中取ってれば勝てるぞ。もう意地でも真ん中を取らせない。ん、なんか来た。これやれそう。はい。はい、ナイス、ナイス、ナイス、雨。ちょっとインクなくなるのちょっと早いな。ここ持っていきたいね。バレルもめんどくさいね。終わんない方が良かったかな。通路抜けたか。あれ来るな。やべ、ハイプレがやべ、ハイプレが。もうここ置いとく、ずっと。なんか来てる。あ、ここいる。ういー。あ、もう一人いる。これだ。やった。おぉ。え、なんで倒した俺。よし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 、これ持っていこう。やべ、帰ってきちゃった。プライムとか帰ってきちゃったよ。ここいるよ、この通路。やった、やった。当たっていく。危ねえ。まあ、ガチホコショットも強いからね。降りてきた。おい。強い、ガチョコ。ガチョコ強い。もう進めなくてもいい。もう進めなくてもいいぞ。粘るわ。うわあ、危ない、危ねえ。下がってもよかったか。ありがとうございました。やばい。もう、頭がピヨピヨしてる。おねむの時間。みんなは何時に寝ますか？コメントに書いてね。これはコメント稼ぎというやつらしい。でも俺が寝る時間はね、割とね、まだらっていうか、時間が結構ね、決まってなくてね、朝寝たり、割と早く8時とかに寝ることもあってさ、不安定な生活をしてます。とりあえずここ打っておこう。いるね。倒せないか。いるってことは断定できた、今。あ、いけいけいけ。なんかめっちゃ来たぞ。なんかめっちゃ来た。あ、いいね、ホコ。いいね、いいね、いいね、いいね。持っちゃえ、持っちゃえ。持ってちゃえ、持ってちゃえ。来るぞ。ナイス。もう着地しよう。あそこか。ほい。
わあ、ボムが。わあ、ボムが。ええー。あー、もうあっち行っちゃった？いいんじゃん。洗濯機強いよね。当たる範囲がでかい。また来たよ。いっぱいいるよ、ここ。リスポンから出てくるのか。ちょっと、ここやばい、住みか。相手の住みかになってる。間違いないけど。もうちょい、もうちょい粘りたかったな。あそこ住みかは間違いないな。本当にあそこから出てくるもんな。巣をつついた蜂みたいに出てくる。アリもか。アリも蜂も巣をつつくなって話なんですけど。ナイス？わ。めっちゃ来てる。結構、ぐいぐい来るね。あ、もう、無理だ、相手来れないよ。もう攻め切ってあげよう。倒してノックアウトしてあげよう。もうノックアウトしてあげよう。オッケー。これ上でしょ。あ、リンク。いやー、もうなんでこんなとこ、スミカかよ。ここいっぱい。スミカよ。ナイス。バレル以外がもう、わちゃわちゃしてる。この試合。おい。俺はまったりスプラがしたいんじゃ。まったり。まったりスプラが。ああ、もうここ登れるの倒せなかったよ。もう最悪なんか後ろにいたよ。もうやだやだ。今のはもう、ひどい。もうやばいよ、ここ。めっちゃ落ちてくるよ。バブルの中いる。バブルの中いて、今。もう邪魔だ、これ、バブル。もうすぐ来るよ。はい。やばいやばい。これめっちゃ出る。なんだこんな。やばいって。あ、いいね。じゃあ、矛守るべ。あー、降りてきちゃった。ミスった。いいね。あ、頑張ってる、ホコめっちゃ粘ってるよ。ホコめっちゃ粘ってる。頑張れ、頑張れ。ちょ、見に行くか。炭酸投げて。すごい。ちょっとちょっかい出しに行きました。ここですね。ここですね。ホコすごい。よく生きてた。来るのか？おい。あ、もうここやばいよ。いっぱい、いっぱいだよ。最後ぐちゃぐちゃだった。ありがとうございました。